フランシスコ・フェルナンデス・オチョアは、スペインの元アルペンスキー選手。マドリード生まれ、マドリード州北部グアダラマ山脈に位置するセルセディーリャで育った。1972年札幌オリンピックで母国に、冬季オリンピックで初の金メダルをもたらした。オチョアの父親は、スキースクールを経営しており、フランシスコは8人兄弟の長男である。フランシスコを筆頭に、 フアン・マヌエル、ブランカ、ルイス、ドロレスの5人がオリンピックに出場し中でもブランカ・フェルナンデス・オチョアは1992年、アルベル・ビルオリンピック女子回転で銅メダルを獲得している。フランシスコは17歳で1968年、グルノーブルオリンピック代表となり、格好38位、大回転38位、回転23位の成績を残した。 翌1969年1月26日にアルペンスキーワールドカップ初出場を果たし6位入賞1970年アルペンスキー世界選手権では回転複合ともに9位となった1972年札幌オリンピック回転では1本目にラップタイムを奪い2本目も2位のタイムで優勝スペイン冬季オリンピック史上初の金メダルを獲得した 1974年、アルペンスキー世界選手権回転で、銅メダルを獲得。また、このシーズンにワールドカップ初勝利を挙げた。1976年、インスブルックオリンピックでは、格好35位、大回転24位、回転9位。1980年、レークプラシットオリンピックでは、格好27位、大回転、回転ともに22位だった。 1979から1980シーズンを最後に現役を引退した。1973年9月に結婚、3人の子供に恵まれた。現役を退いた後は事業を起こし、マドリード市内でスポーツ用品店を2店舗経営する他スペインスキー連盟、スペインオリンピック委員会、さらには国際スキー連盟の委員を務めるなどした。 2006年11月6日、がんのため死去。セルセディリアに建てられたフランシスコ・フェルナンデス・オチョアの、銅像。ありがとうございます。